burning with power. Gandoom, Benevadon of Water, get out here! I know you can hear me! What do you think you're doing, attacking the mana tree like that? And now you set your sights on Illistana's water? You won't be able to get more mana power that way! Go back to bed, you big goof! Understand me. I'll leave this to you. エリスタリアの水を返していただきましょう。
兵器が使えそうだ。サラマンダーキャンドル、まま押せばいけそうだよ。さあ、覚悟してください。ガンドーン、精霊機のマナが溜まったみたいだ。精霊の力を解き放つ。どんどん攻撃を釣ってよ。これでもみんなに迷惑をかけることもなくなったと思うわ。ガンドーンから奪われた水も解放されたみたいやな。水球や噴水も元に戻ってるはずや。よかった、これでエリスタニアは安心ですわ。パルミナ、今回はあんたらがいたからよかったけど、今後も似たような危機が起きたらと思うと不安やわ。パルミナを水の巫女に選んだのは私やし、都のことに口を出すつもりはないんやけどな。気にかけてくださりありがとうございます。私も都のこれからについては思うところがあるんです。巫女のお役目を果たすまで時間の猶予をいただいてます。ウンディーネ様にも安心してもらえるよう手を尽くしますわ。あんた、ちょっと見えひんうちにさらに頼もしくなったんやないか。マナの木への旅のおかげです。仲間と共に様々なことを経験したからこそですね。そう言ってもらえて私も誇らしいわ。ほら、都に戻って水はもう大丈夫って伝えてき。はい、ウンディーネ様、応援してくださりありがとうございました。パルミナの手腕は健在だな。あっという間に都の混乱を収めるとは。イアンに休んでもらうため代理で立っただけですよ。でもまだパルミナがいた方が良さそうだって都の人が噂してるのを聞いちゃったよ。そういう事情もままならないのが巫女というものでありますからね。いずれイアンの戴冠式が執り行われます。立派なイアンの姿を見れば皆の不安も吹き飛びますよ。はあ、見てみたいな、イアンの戴冠式。みんなお揃いだにゃ。イアンの体調も落ち着いたからそろそろ会って大丈夫にゃ。ニキータ様、ありがとうございます。事情を話す時間もない中いろいろ助けていただきまして。お礼なんていらないにゃ。町の危機に手を貸すのは当然のことにゃ。それよりも早くイアンに会ってあげるといいにゃ。きっと首を長くして待ってるにゃ。イアンに会いに王宮に行こう。
が寝ている間にそんなことが。水の神獣を倒してくれて本当にありがとう。僕がしっかりしないといけない時だったのにごめんなさい。謝らないでよイアン。イアンが無茶するなんてみんなも嫌だと思うんだ。パルミナはすごい王様やったかもしれんけど、イアンは成り立てないやし、しゃあないわ。こういう時こそ人を頼るといい。どんなお役目も一人でこなすものではないよ。みんな優しいね。でもさ、優しさに甘えてちゃダメだね。王としてしっかりしないとパルミナに迷惑かけちゃうし、ニキータだっているし、城のみんなもよくしてくれてる。わからないことも多いけど、僕は大丈夫だから。パルミナは安心してミコのお役目を果たしてよ。イアン、私は決めました。これからもあなたを支えたいと思います。今回のことで有事の際の進化の式など見直したいこともたくさん出てきましたし、何よりイアンには立派な王になってもらわないと困りますから。だから必ずあなたの元へ戻ってきますよ。でもパルミナは水の巫女で。昔約束しましたものね。イアンが立派な王になり、ネーネーがイアンを支えると。ネーネー。大変、ディアナの近くでマナの異常な流れが起きてるわ。それってつまり火の神獣が活動を始めたってことかな。行こう、キアメ。これが最後だ。神獣の脅威をなくそう。おお、バル、帰ったか。フエーゴ師匠。おや、連れの者たちは？旅を一緒にしてきた仲間で、今回の巫女たちだよ。僕たち復活した火の神獣を倒しに戻ってきたんだ。みんな、この人はフエーゴ師匠だ。先代の魂の守り人で僕とライザネーを指導してくれたんだ。お目にかかれるとは光栄です、巫女様方。ではまだマナの木に魂を捧げていないのか。それならヒナはどこにおるのだ。師匠、ヒナは、ドッパ火山の動きが近頃急に激しくなったのだ。火の巫女が失われてしまったのかと危うんでいたが、お前は火の神獣が復活したと言ったな。まずは村長に状況を報告なさい。はい、師匠。そうだバル、村長に報告が終わったらわしの話も聞いておくれ。お前の苦手な長話になるだろう。だから都合のいい時で構わん。よろしくな。師匠の言う通り、村長に状況を伝えに行こう。